行くぞ。すみませんでした。さっきは俺、いきなり悟空さんに殴りかかるなんて。もういいって、気にすんな。敵はどんなやつなんだ？やつは、孫悟空と名乗りました。何？ほら！黒い服をまとったそいつを、俺たちは悟空ブラックと呼んでいました。やつは地球に現れたその日、俺たちに向けてこう言ったんです。これから正義のために地球人を全滅させると。それから1年戦ってきましたが、もうほとんど地上に人間は残っていません。母さんも、俺がこの時代に来る直前に。そう、未来の私からのノートにこう書いてあるわ。あんたたちと一緒に戻ってきてほしいって。この俺に未来のカカロットを倒せと言うんだな。オラじゃねえよ。オラのそっくりさん倒すんだ。タンクス、ちょっとだけ手汗だ。ブラックっちゅうやつの強さの基準を知っておきてえかんな。わかりました。いきなりスーパーサイヤ人2か。じゃあ俺も。スーパーサイヤ人3、これならどうだ。すごい、さすが悟空さんだ。なら俺の方もマックスでいきます。あ、めいっぺの力で来い。ブラック！トランクス、こんなところに。ビルスマン、おめえ本当にオラそっくりだな。ごきげんよう、孫悟空。孫悟空対孫悟空か。面白いことになったね。終わりにしましょうか。いや、気合い入れ直さねと。終わりにしましょうか。目は気合い入れ直さねと。バカどっちだ。おめえの戦い方勉強になったぞ。おめえの力まだまだこんなもんじゃねえだろ。嬉しいですね。君に私を評価していただけるとは。おら、気合い入れず。待たせたわ。いやー、おりゃー、おみねしてやる。うわー、
晴らしい。この痛みがまた私を強くする。なんか気持ち悪いぞおめえ。元に戻ろうとしているのか。どうぞ喜んで戦ってください。ですます。よし行っちゃいっか。神様と戦うのはエルス様以来だな。破壊神と甘い。お前にはこれで十分だ。あんた海王様にしちゃ強えな。また戦おうぜ。あのうちに秘めた冷たい精神とその現れであるあの木、ザマスがブラックであるという我々の疑いを十分に裏付けてくれるものではありましたが、今のうちに破壊しておくべきなのかもしれんな。ん？オラにはちっとも悪いやつには見えなかったけんどな。お前はお人よしすぎるんだよ。感じた気だって似てはいたけんど全く同じじゃねえしな。いろいろと謎が多いですね。
いいか、禅王様の機嫌を損ねるだけで世界も僕もお前も全てが消されるんだぞ。忘れるな。もう一つ、ウィス、海王神に万が一のことがないようくれぐれも頼むぞ。オスじゃなくて、こんにちは。で、オラによってなんだ？あのね、僕ね、お友達が欲しかったの。君のこと気に入っちゃったから、お友達になってほしいのね。いいけど、それだけでオラを呼んだんか？悪いかな。滅相もございません。この悟空は禅王様のお友達になることができ。黙ってて。悪い、オラさ、今忙しいんだ。それが済んだら遊んでやっから、ちょっと待っててくれねえか。じゃあそれが終わったら遊んでくれる？おう、なんだったらオラよかもっといい友達になれそうなやつ連れてきてやるぞ。本当？じゃあ約束。またね、悟空。孫悟空よ、喜べ。お前は俺によって美しさの頂点に至るのだ。おめえ何言ってんか全然わかんねえぞ。父さん！トランクス、ベジータを頼む。所詮は人間物。俺が奏でる言葉の気高さを理解できるはずもないが、俺の志も美しさも、そう、俺という存在の全てが、ただひたすらにここ。全開で行くぞ。全開バター までです。ザマス、おめえがブラックの仲間だったんだな。仲間ではありません。同志といったところでしょうか。何？
ついてこれるか。もうすぐ私が望む世界が実現しようとしている。私が望む正義の世界に、その正義の世界に人間は必要ないのです。メイたちの思い通りには絶対させねえ。弱いな悟空さん。俺が戦って後ろだ後ろだせっキュンさあこれで十分。終わりだ。なっちゃ。何？なっちゃ。神の偉大な贈り物である知恵を。私利私欲のために利用する愚かで野蛮な生命体が。お前たちの勝手な価値観で人間を侮辱するな。ファイナルフラッシュ。ダマスをやったんか。なんだと。この不死身の肉体、これぞ神。この私にふさわしい最高の体。今夜は心地よい眠りにつけそうです。終わりだ。サイヤ人。誰だ。これでブラックはいなくなった。未来は元に戻ったぞ。変わらなかった。やっぱりこっちの世界には神様の力は干渉しないんだ。おめえたち、スーパードラゴンボールを悪いことに使ったんだ。不死身になってオラの偽物作って。偽物？違うな、これは本物の孫悟空。お前本人の体だ。だが心はこの俺、ザマスのものだ。俺がスーパードラゴンボールにかけた一つ目の願いによって、貴様と俺の体は入れ替えられたのだ。おめえがザマスだって言うなら
ザマスの顔したおめは誰だ。お前たちの世界から見れば、私はこの世界のザマス。過去から来たザマスと手を組んだのです。気がつかないか、孫悟空。この俺こそ神の身でありながら、惨めにも人間の前に打ち負かされた、かつての海王ザマス。でもおめえはビルス様が破壊したはずだ。ほら見たぞ、すべてはこの時の指輪がもたらしたもの。過去の世界で何が起きようと、今の俺には何の影響もない。時の指輪を用いれば、俺がこの体になった後、時を無駄にせずに再びスーパードラゴンボールを使えるのだ。そんなことのために海王神様を。そして我々が叶えた願いを覆されることがないよう、スーパードラゴンボールは全て破壊した。さらにこの強靭な肉体を持って全宇宙の神々を殺した。よって今この世界で絶対的な力を持つのは私と私、この二人だけだ。これは全て我が願い、人間ゼロ計画を成し遂げるため。世界は美しい、だが人間の醜さがその美しさを汚す。よって我々は全ての人間を消し去り、美しい世界を取り戻す。俺たちはすでに数多の人間を滅ぼしてきた。そして今度、時を超えるほどの知恵と絶え間なく争いを繰り返す宇宙で最も醜い地球人を滅ぼす。最も醜い者には重い罰を受けてもらう。這い出ることすらできない、サイヤ人とも人間ゼロ計画のために、あだばなと散れ。ついてこれるか。ほら、恨みっこなしだ。家族がどうなったか知りたくはないですか。家族？さて、どこからがいいかな。俺がスーパードラゴンボールを、お前の体と入れ替わった。君を確かめる。本当に入れ替わっているのか。俺の体には驚いている孫悟空と、それを見て怯える家族がいる。貴様、父と御殿に何をした。
ねえ、察していたろ、ね、うるさめ。オラの体のトップは父と御殿まで殺した。怒ったぞ。オラ本気の本当に怒ったぞ。オラもう許さねえぞ。まさかこの俺が。よくも父と御殿を。